大津歴町90秒大学、今回は平野神社をご紹介。平野神社の創建は668年、天智天皇が大津に都を移した際、仁徳天皇の分霊を迎えたのが始まりと伝えられています。その後、京都西の洞院重の井に鎮座していた蹴鞠の守護神である聖大明神を勘定したことから蹴鞠神社とも呼ばれ、寛政9年1797年刊行の伊勢参宮名所図会では松本社蹴鞠神社として挿絵をつけて紹介されています。境内の灯籠や提灯などには鞠のデザインが施されています。また球技をする選手など県の内外からも多くの人が訪れています。毎年8月9日には本殿前の広場で蹴鞠の奉納が行われます。15メートル四方の鞠の庭と呼ぶ競技の場がしつらえられ、その四隅に松、桜、柳、楓の枝をつけた笹竹が建てられます。この庭で競技者が輪になり、鹿側の鞠を蹴り合います。また毎年5月5日には平野大明神の例祭があり、祭礼行列と神輿2基が3手に分かれ、宇治湖区域内をくまなく回ります。